皆様にご挨拶させていただきます。よろしくお願いします。すいません、ちょっと藤田からね、ま、雨が入ってるんで、ね、ちょっと雨でもしようかな。ごめんね、のどげ、のどげ、ありますあります。いや、もう待って、噛んでしまうわ。うん、大丈夫、もう今噛んでダメだ。皆さん、おはようございます。おはようございます。すみません、元がね、元がちょっとやられておりまして、ちょっと大きな声が出ないんですけど、今入ってるこれ、入ってます？はい。私が日本保守党代表の百田直樹と申します。ありがとうございます。ね、もっと近寄ってもええで。もっと近寄って、はい、なんか寂しいわ。皆さんのこと、もっと、もっとみんな、皆さんの顔を見ながら喋りたい。はい、はい、あかんの？はい、警察の方が貼ってくれた。警察の方が貼ってくれたか。すいません、はい、あ、警察って書いてある。ありがとうございます、すいません。浦和町ですかね。はい、すいません、警察皆さんね。かわいそうに警察皆さんはもう背中向けたもんやんか。こっちの顔見てや。すいませんか、申し訳ない。何を喋ってるんですかね。まあ朝はこんなもんです、すいません。私たちはですね、まあ、皆さんもご存知のように、日本を豊かに強く、まあ、これを合言葉に、まあ、旗印として、まあ、政党を立ち上げました、まあ、これで私もほぼと同じことを言ってるわけですが、もう日本はね、この30年間サラリーマンの給料はほとんど上がってないんですよ。これね、若い人はね、まあ、そんなもんかなと思うか分かりませんけど、私は68です。だからそう考えるとね、今から私の若い時、30年前の自分と比べ、私は当時、まあ、サラリーマンじゃなかったですけどね、まあ、サラリーマンを当時の友達もたくさんいました。そういう人たちと、もう今ね、今の若い人たちに、サラリーマンほとんど給料変わってない。まあもちろんね、少しずつ上がってますよ。でもね、実質的には下がってると言ってもいいんですよ。なんでかというと、可処分所得が減ってるんです。もう今社会保険料がね、30年前に比べて 1.5倍、さらに年金とかね、それから消費税はかつて30年前は 3% だったのが、もう今は 10%、 もう3倍以上ですよね。でさらに、まあ、他にもね、30年前にはなかったような税金とかいろいろつけられてる。まあ、こんな考えるとね、大体ね、今平均してね、サラリーマンはね、年金とか保険とか税金とかもう各所そんな入れると大体40%何取られてるんですよ。だから残る 50% でしょ。いや 50% ちょっと、これね、江戸時代のもう五公五民のもう百姓並みなんですね。ひどいでね、なおかつもっとひどいのは、日本がこの30年間ほとんど経済成長してないということです。でね、まあ日本が貧しくなる、まあ、これはきついんですけど、まあ、私たちは日本人はね、質素な暮らしにも慣れてるし、貧しい言うても大したことない。全然そんなものは答えません。別に贅沢しようしたいと思いません。ところは、他の先進諸国はですね、全部この30年間ですごい経済成長してるんですよ。一番すごいのは、例えばお隣の国の中国ですね。これなんかもうすごい経済成長です、この30年間でね。つまり日本は他の諸国に比べると相対的に貧乏になってるということですね。で、まあ、さっきから言うてますように、貧乏は別に構わない。ところは他の先進国と比べて貧しくなるということは、これはね、日本が経済侵略を受けるということなんです。で、これはきつい、これは厳しいですよ。例えば、東京はですね、去年の東京23ぐらい、これ23ぐらいに限られますけど、23ぐらいの、新築マンションの平均価格が1億2000万円超えたんですよ。これで、まあ、ニュースになりましたけど、皆さん、まあ、皆さんはね、この浦和に住んでる皆さんは東京のこと関係ないと思われたらしませんけど、東京に住んでる皆さんはね、もう1億に平均価格が1億2000万円、新宿のマンション、これを誰が買えますかっていう話です。まあ、例えば30年前はだいたい5000万か4000万ぐらいでした。まあ、それでも高かったんですけどね、それはでもまたなんとかなったっていうこと。もう今はもうなんとかなりません。もう1億2000万円を超えたら、もう普通のサラリーマン手が出ないですよ。で、なんでこうなったか言うたら、もうその、まあ、はっきり言いまして、まあ、富裕中国人ですよね。これが、もう金に明かして、もう札束で、もう不動産をぶったたくようにですね、ボンボン値段上げてるわけですよ。まあ、これでもうどん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 値段上がってしまってね、
私は2日前に京都に行きましたけど、京都なんかもすごいですよ。もうね、京都の一等地がね、ボンボン中国人に買われてる。つまりね、私たち、日本が経済成長しないとこういうことになるんですよ。今日本の会社もね、どんどん買われてるんですよ。日本の会社ってのはね、もう実はあんまり儲からなくてもすっごいいい会社がたくさんあるんですね。そして何よりも従業員の質が素晴らしいんですよ。ですから外国人にとってはですね、こんなええ会社がこんな安い値段で買えるとなったら、もうどんどん買っていきますよね。つまり貧しいというのは、まあ、というか経済成長しないというのはそういう危険もあるわけです。さて、この経済成長しない、もう理由はね、いっぱいあります。もういっぱいあってね、もう一個一個喋っていくと、もう時間が経っても、時間がいくら経っても終わらないんですけども、まあ一つ二つ言っていきましょう。例えばその一つは、再エネですね。今自民党はですね、再エネをどんどん推し進めようと思って、今日本全国で平均で大体 26% ぐらいの再エネ比率です。まあ再エネほとんどが太陽光なんですけどね。この再エネ比率が上がれば上がるほど、実は電力が非常に不安定になってくる。まあ、これちょっと複雑な、専門的な話しますとね、電力というのはね、需要と供給の絶妙のバランスで成り立っているんですよ。皆さん普通に電気なんてボンボンあると思ってますけど、ボンボンないんですよ。これね、実は電力会社がものすごい毎日毎日必死になって、もう需要と供給のバランスを取ってる。需要が100あったら、つまり私たちが100使う電力があったらですね、供給は104以上ないとあかんです。104です。これがね、103ぐらいになってくると、これは非常に危機的状況。つまりいつ何時、誰かが急速に電気を使うとか、どっかで何か故障が起こったら、あっという間に大停電になる恐れがあるんですよ。もしね、都会で大停電になったら、これはね、どんな恐ろしいことになるか分からない。もう昔と違うんですよ。例えばビル、今エレベーター動いてますが、エレベーターもバーッと止まりますよね。でビルの電源全部落ちる。皆さん使ってるパソコンもバーッですよ。例えば信号なんかも全部落ちる。信号なんか全部落ちたら、これね、車走ってられませんよ。信号が全部止まったら。まあ他にもいろいろあります。病院なんかでは電源が落ちたら、まあ病院はね、バックアップ電源あると思いますけど、それでもそれ何時間も持つかどうか分かりません。まあだから病院で電源が落ちたら、もうものすごい死者が出ます、たくさんね。まあつまり大停電になったら、都会が大停電になったら、もうそれほど恐ろしくなる。ですから電力会社は常にバックアップ体制を整える。でこれで、ね、皆さん分かりますけど、今日はちょっと曇ってますけどね、カンカン電源だったら太陽光はもうボンボン供給します、電気をね。しかし電気というのはお金じゃないんですよ。余った分を貯めておくことはできない、貯金なんかできない。今の技術ではですね、いくら電気がどんどん供給しても、乾電池のようにいきませんからね、電気が貯められないんです。だから全部捨ててしまうことになる。ところが、一旦雨になる、あるいは夜になったら、もう夜になったら再エネというか、太陽光は全部ゼロになりますよね。ほらそうなったら、要するに再エネ比率が上がれば上がるほど、バックアップ体制の火力発電、そういうのもどんどん作らないといけないし、電力が非常に不安定化する。だって不安定ですよね。晴れたり曇ったりしたら、もう本当に電気が、供給量が増えたり減ったりするわけですから。例えばこの小泉進次郎はですね、再エネを、46% までする、2030年まで 46% する、出ます。 46% になったりしたら、もうこれね、電力の不安定さっていうのはもう一層増します。さらに、河野太郎さんは再エネで 100% いけるんだと言ってます。いけるはずないですよね。当たり前、子供騙せばいいかげんにしてると思います。大人を騙せると思ってるんですよ、彼らはね。普通の人間とは 100% いけるはずないの分かりますよね。だって夜になったらゼロになるんですから。夜になったらゼロになるもん、どうして 100% でできるんだって感じです。でさて、そこでまあ話をストップしますけど、この再エネがどんどん比率が上がることによって、私たちの生活でどう変わったかというと、電気代がどんどん上がってるんですよ。この10年間で大体皆さんの家庭用電気代が 倍近くなってます。少しずつ上がってるんで、皆さん気ぃ使うと思いますけど、まあ、10年前の電気の明細書を見てください。こんな安かったかもかってなります。でさらに、今その電気代の中にですね、明細書の中によく見てください。再エネ賦課金と書いてます。これがですね、毎月何千何千捉えていって、これが毎年上がってるんですよ。でこの再エネ賦課金とは何かというとですね、いわゆる太陽光パネル発電の電力会社、太陽光パネル発電の会社ですね。こういうところにはお金払ってるわけですよ。まあ、もっと細かく言いますとね、太陽光はね、今、ほとんどが今1キロワットアワーは40円で、電力会社は買い取ってます。
で実際には火力発電とかいうのはだいたい1キロワットは10円でできるんですよね。つまりものすごい高い料金で買ってるんですよ。これカンナウトがやったんですけど、もう未だに自民党もこれを訂正しようとしない。で結局その分の高いお金で電力会社が太陽光パネル発電所からお金を高いお金払って買ってる。その分のツケはみんな私たち払ってるんですよ。再エネ賦課金とかになって。でその再エネ賦課金とかこれね、電力会社どうだったかな、政府に言うともこれが全部で何本もらってるかこれ公表してないんですよ。でもね、何人かやっぱり調べてます。大体5兆円くらいと言われてますね、年間で。で、その5兆円くらいの約3兆円くらいが中国に流れてるんです。上海電力を通して。で、まあ、今現在そういうことなんですが、言おうとしていることはですね、家庭用電気代だけでもきついんですが、最も深刻なのは産業用電気代です。工場、あるいは製造現場ではですね、電気をものすごく使います。工場を動かすにも機械を動かすにも電気です。電気がなかったら動かない。ベルトコンベヤーなんでもね、塗装するにも何にも電気がないと動かない。ですから、その電気というのは製造コストにものすごい跳ね返るわけですね。コストの大きな比率なんです。でその日本は産業用電気代が他の先進国に比べてずば抜けて高いんですよ。はい。でそうなってくると皆さん普通に考えて分かりますよね。日本の工場は製造業は他の先進国に比べてものすごいハンデを背負って戦わないといけない、コストがかかるわけですから、ただ当然製品の、ね、価格にも跳ね返りますよね。そうすると国際競争に勝てないんですよ。みんな安い電気を使ってどんどん物を作ってる、こちらは高い電気を使って物を使ってる。そうすると日本の製造業はどんどん落ちていきますよね。これも私たちが30年間ほとんど日本が経済成長していない理由の一つです。全部じゃない、一つにすぎませんが、例えば再エネを見てももう日本を弱くしているこの一つ、日本を貧しく弱くしている政策の一つです。でこの再エネをですね、自民党は一生懸命進めてますが、実はびっくりすることにこの再エネを見直そう、この再エネ政策を誤った再エネ政策をもう一度考え直そう、ストップしようと言うてる野党はどこにもないんですよ。皆さんびっくりしませんか。野党なんか言えよと思いますよね。全然言わない。で、なんでか言わないかというと、これね、再エネってね、ものすごい大きな利権なんですよ。すごい利権です。ですから、もう、すごいでしょ、日本の野山。この、私はこの埼玉県のことはよく知りませんけど、まあ、新幹線乗っててもですね、もう見にくい、そのパネルが日本の美しい野山を潰してね、敷き詰められてますよね。だからそれを見るとですね、うわこの後ろにどんな利権があるんだろうと、まあ、誰でも考えますよね。今ちなみに自民党の国会議員は400人近くいますけど、再エネ議連というのがあります。議連があってね、そこに入っている国会議員は約90人です。彼らはものすごいうわうわで儲けてます。でね、ですから例えば私たちは日本を豊かに強くと言ってますが、これはね、まあ、皆さんにお配りするチラシの中にですね、それはもうどういうことをやればいいのか書いてますが、まあ、もっと簡単なこと言いますとね、日本がこの30年間やってきた、日本の政府がやってきた間違った政策、つまり日本をひたすら貧しく弱くする政策、これをね一個一個正していくだけで日本は復活するんですよ。簡単な話なんですよ、本当にこれね。例えば、日本を弱くしていた30年間の過ちですね、もう一つ言いますと移民政策の間違いです。移民はね、この浦和は私はちょっと実態はよく知りませんが、この間私はあの、埼玉県、同じ埼玉県の川口とか、まあ、そういうところいろいろ行ってみました。まあ、非常に深刻です。外国人比率がですね、もう 10% あるいは 10% を超えているところもあります。でこれはね、さまざまなその地域にもういろんな問題を起こしています。で今ちょっとその問題はちょっと後、ちょっと一旦置きましてですね、この移民がですね、今外国人がどん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 毎年すごい勢いで増えてます。ものすごいんですよ。これね、移民枠を政府がどん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 広げてるからです。でこれなんでそんな風になってるかというと、これは経団連が政府に働きかけてるからです。経団連はこう言います。まあメディアも言うんですけど、日本は少子化の影響によって働く手が少なくなってる、労働力が足りないと。だから足りない労働力を外国から入れてくれ、まあ、こういうふうに政府に働きかけて、政府は分かった、そういうことだったら、今までちょっと文句が狭かった、これをどん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 広げていこうって毎年毎年広げていってます。はい、毎年です。しかしね、皆さん、そうなったら
私たちの給料は上がりません。その前に言います、この経団連の言うてる労働力が足りないというのは半分嘘です、全部言うとこういうことです。安く働いてくれる労働力が足りないということなんですよ。もっと安く働いてくれる外国人入れてくれということなんです。でこれ実際データ出てます、1ヶ月前でしたから1ヶ月前でしたから産経新聞がねでもうすごいデータ出しました、日本の、日本による外国人労働者の平均給与は、日本人の平均給与の約 70% というデータ出ました。私はこれも嘘やと思ってます。実際には5割ぐらいと思ってます、はい、だから実際日本人の半分平均するとですよ、半分ぐらいの給料で働いてるのが 外国人なんです。でこうなってきたらね、私たちの給料上がるはずないじゃないですか。そうでしょ、普通に考えて。社長すいません、給料上げてください。こんな給料ではもう嫁さんと息子を養っていけませんわ、社長お願いって言うたら社長どう言うか。文句あるやったらいつでもやめてくれやと。お前の半分で働く外国人なんぼでもおるんやと、ね、そうなるでしょ、当たり前でしょ。だから私たちの給料上がるはずがないですよ、まあ、これがね今日本の政策なんです。でもね、まあ、自民党が一生懸命率先してやってますけど、去年ですが岸田政権はですね、この5年間でさらに外国人を85万人入れると言ってます。でこの85万人は帯同者入れてもいい、つまり嫁さんとか、あるいは旦那さん、あるいは子供連れてきてもいいと言ってるんですよ。だから85万人が1人パートナー連れてくるだけで一気に170万人増えるんですね、この5年間で。で、さらにまあ子供を連れてくる、あるいは日本に来て子供を産むとなってきたら、まあ、あっという間にこの5年間で何分増えるか分からないですよ、はい。でもね、この移民政策にちょっと待って、この移民政策を見直そうじゃないかと言ってる野党も一つもないんですよ。皆さんびっくりしますよね。だから皆さんね、選挙で、ね、今回選択肢がないんですよ。要するに与党か野党か関係ないですね。もうひどい話です。で、まあ、さらに言いますと、まあ、移民問題はですね、これ経済問題なんですけど、それだけじゃない、それだけでは済まされない、つまり、まあ、移民にもいろんな人がいますけど、まあ、あんまり質の良くない移民もいます、外国人もいます。そうなってきたら、これが街に、日本人の街にどんどん入ってくると、まあ厄介な問題が起こります。まあ、皆さんね、同じ埼玉県の人ですから、あの川口のこととか蕨のこととか、まあ、そういう話は聞いてると思いますが、まあびっくりします、ひどいですよ、はい。もうそこで治安の悪化、あるいは教育現場の混乱、あるいは福祉のただ乗りですね、まあ、こんな状態がいっぱいあるんですよ。もう福祉のただ乗りっていうのは、もう健康保険とかそういうもののお金払わないんですね。お金払わないのにちゃんと医療病院に行って、1割負担とか3割負担であって、あとの9割とか7割のお金はどうするか言ったら、これは本来健康保険からお金払うんですが、彼らはそのお金払ってない人が多いんです、多いんです。日本人よりも圧倒的に未納率が高い、圧倒的に高いです。で、じゃあそのお金は誰が払ってるか、私たちです。私たちがそういうお金も払わないで、医療費でただ乗りしとる連中のお金を払うことになってるんですね。まあ、もっとやっぱりもっと治安、もっと深刻なのは治安の悪さです。でこの治安の悪さがね、最近出たデータでびっくりしました。川口市、さっきから川口の話よくしますけど、川口はですね、今年に入ってから、毎月200人か300人ぐらいの日本人住民が川口から引っ越していってるんですよ。これすごいですよ。これ川口市のデータ、川口市の発表してるデータがありましたから間違いないです。すごいです。なんでか、要するにもう小さな子供を育ててる、あるいは家に若い娘さんがいる、怖くてこの町では住めないということで川口から引っ越していってるんですよ、どんどん。でそれを引っ越し 流出してる以上の数の外国人が今川口に入ってるんですよ。こんなもん5年も10年もしたらね、もう人口比率ひっくり返ってしまうぐらいの恐ろしいことです。でさらにもう一つあります、皆さんの町にもね、そういうことが起こりうるかもしれませんが、私は今いろんな話聞いたんですが、ある人はその家の隣に、まあ、ある外国人が引っ越してきました。でその外国人、まあ、その どこの国かあえて言いません、まあ、皆さん大体想像つくと思いますけど、そこはですね、夜中中もう仲間集めてどんちゃん騒ぎ、やかましいやかましい、はい。でそのうちにですね、その人の、その車がですね、その家の壁にダーンぶつかって壁を壊してしまった。弁償してくれよと言いました、その家主はね。ほんなら弁償しない、知らん顔ですわ。皆さんどうします？皆さんの家がバーンって隣の人に家壊されて、ちょっとこれ弁償してや、2、30万かかんねん、お金払わないと。皆さんどうしますか？裁判します？
裁判、民事裁判、民事裁判するのに弁護士費用50万から100万かかります。50万100万かかって裁判で何ヶ月もかかってやっと勝った、はい勝った、で30万取り返すの出てきた、はい30万返ってきても弁護士費用の100万丸損ですよ。これ大赤字で、しかも裁判で勝ったとしても果たしてそれでどこまで強制お金を強制的に取れるかどうか分かりません。まあ、そんなことだったらもう裁判やりませんよね。もう泣き寝入りですわ。はい、実際その人も泣き寝入り。はい、ほんでね、まあ、そういうような感じの人も話もよくあるんですが、やっぱりね、そういうことになってきたら、もう引っ越そうかなと。もうここはもう無理やと。もうこんなとこ住んでても面白くないし、面白くないというかね、やっぱり気分悪いし、引っ越そう。引っ越そうとしたときに、皆さん、その土地、その家、買った値段で売れないんですよ。わかるでしょ？その家買おう思って、新しい住人がこの家買おう思って来た時に、何これ隣、何これ、どういうことこの周りなってきたら、ほらもうその値段では買えない。つまりね、もし実際皆さんの町に、あるいは皆さんの隣にそういう人が来たら、もう皆さんの家の資産価値も下がるんですよ。まあ、こういう状況なんですね。もうこのね、だから移民政策というのはもう、ほんで、まあ、ごめんなさい、まあ、こういう話するとね、日本を通って外国人排斥かと、外国人を差別するか、違いますよ。私は日本を通はそんなこと思ってません。もし日本にやってきてね、外国人が、私は日本が大好きだと、日本の文化を尊重する、日本のルールをしっかり守る、そしてこの日本のためになるように一生懸命働きたいと、こんな風に思ってくれる外国人やったらね、私たちはもういつでもウェルカムですよ。そうじゃないですか。こういう外国人こそ私たちの良き隣人であり、良き仲間であり、良き同胞となるんですよ。ところが現実、関谷さんがそのまさにその通り、はい、そうですね。関谷さんもね、今いつも私たち近畿ブロックでね、日本を戦ってますけど、もう関谷さんはですね、連日私たちの近畿ブロックの外戦車に乗って日本の素晴らしさを訴えてくれてます、関谷さんご存知ですよね、はい、でもね、もうこのいわゆる外国人問題というのはですね、ものすごい実は深刻な問題なんですよ。経済問題プラス日本の町治安、こういうものを含んでる、これもですね、さっき言いましたように、もう自民党が一生懸命枠を広げていってる、もう野放図な、この、ね、移民政策というのはね、一番考えなくてはいけないのはその量と質なんですよ。つまりどのぐらいの量なら日本文化をしっかり守っていけるかと、しかしそしてもう一つ質ね、どういう外国人なら入ってきてもらっていい、どういう外国人やったらお断りノーとしたい、これの普通の家と一緒ですよ。皆さんの家でもそうでしょ。お客さん家にまでリビングに回るときはですね、やっぱ来てほしくない人はもう玄関でシャットアウトですよ。当たり前でしょ。家に招くっていうのはやっぱそういう自分たちにとって素晴らしいお客じゃないと家に入れませんよね。つまり一方そんなこと全くしてないんですよ。メディアも言わない。メディアはね、偽善者の塊です、こんなこと私が言うとですね、100とお前外国人差別だと、外国人はそんなひどいこと言うなと言うわけですね。まあ無茶苦茶ですわ。まあこれもだから日本を、まあ、いわゆる貧しく弱くしている、まあ、一つの理由です。まあ他にはいっぱいあります。税金の問題もありますよ。税金ね、もう 3% から今 10% なかった。まあその前は消費税なんかなかった。 0% です。私が若い時は消費税なんか一つもなかった。 0% です。いつの間にか 3% なり 5% なり 8% なり今 10% です。でさらに今回自民党で、ね、またさらに増税したいと言ってます。はい、いろんなことでまず税金を取ろうと言ってます。で立憲民主党も増税派です。はい、ですからね、皆さん立憲入れようが自民入れようが税金は上がるんですよ。もうひどい話ですよこれね。さて私たちは税金も下げると考えております、まずとりあえず消費税を下げると、まず消費税を 8% 下げる。そしてこれがまずしたら 5% 下げる。もっと下げたいです本当はね、はい、でじゃあ消費税下げたらどうなるかと。財務省はね、消費税が下がったら税収は少なくなるし、もうその余ったお金は皆さん貯金して全然お金が回らないとかむちゃくちゃなこと言うんですよ。そんなことはない。なぜそんなことないと私断言できます。それはなぜかというと、私たちの共同代表である名古屋で河村隆が15年前に名古屋の住民税を下げて、これで大成功した実例があるんですよ。でこの時ね、名古屋の住民税を下げた時に、これ総務省はなかなか OK
しなかった、住民税を下げたらその分の税収が減るんで、そうすると名古屋市のいわゆるなんていうか経済というか、まあ、名古屋市の市役所の職員とか、給料とかですね、名古屋のインフラとか、こういう予算がどうなるのやと、これを担保できない限りはこれ許さないと。それで官房市長はですね、もう、職員に頼み込んでですね、お前たちの給料を下げさせてくれと、申し訳ないと、職員の給料を下げる、でいろんなさらにコストカットする。それだけじゃなくて、河村市長は当時2400万か500万ぐらいあった給料をですね、俺800万でいいと、3分の1ですよ皆さん、自分の給料を3分の1に下げたんですよ。年間1000数百万パーにした、パーにしたというか名古屋に返上した。でそしてさらに4年、名古屋市長は1期4年なんですが、4年ごとに4220万円の退職金がもらえるんですね。はい、これは継続しても4年ごとにもらえる。名古屋川村市長はそれも全部名古屋市に返上した。川村市長はもうすでに4期以上やってますので、あ、もうこれじゃやめましたけどね、4期やったんで、ね、まあ、4期半ですか、ですからもうその返上した退職金だけで1億7000万以上ですよ。でさらに年間で1000数百万円返上してますから、これを15年間やってます、全部合わせた4億円ぐらいの金を返上してるんですが、まあ、川村さんの話は置いといてね。さて実際名古屋で住民税を減らしたんで、その年翌年は名古屋市の税収は減りました。当たり前ですよね、減った分減りました。ところが3年目から戻ってきたんですよ。そして4年目から逆に税収が増えていったんです。これどういうことかというと、住民税が払う住民税が減ったら、そのお金を、あ、これで今まで買えなかったもん買おうなとか、あるいは今まで10個買ってたもん12個買えるなとか、そういうふうにみんなが経済が回り出したんですよ。小売店も物が売れる、ね、いろんなところでお店が繁盛する。そうするとですね、あ、物が売れるなとなってきたら、今度はね、メーカーも製造会社も、あ、じゃあもっと物作ろうということで、もうどん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 経済がいろんな連携しながら上がっていったんですよ。そして名古屋市はもう、すごい今景気がいいです。はい、つまりね、私たちはこれを全国規模の消費税でやろうと思ってます。消費税が下がったら絶対に経済が上向くんですよ。はい、ほらね、誰だったかな、これが木原誠治が言ったかな、自民党の、ね、いや消費税下げたら、ね、こんなこと言い出した。消費税下げたらスーパーのレジとかで値札を張り替えるのが大変でしょう。そういうことを考えて私たちは消費税下げないです。アホ言うなって話ですよ。スーパーの値札なんか毎日夕方だったら値札張り替えてるっちゅうね、はい、みんな民間は必死にやっとるっちゅうね。それはね、そんなこと知らんで、そんなことめちゃくちゃ言うんですよ。はい、ちょっと話変わりますけど、ガソリンがね、あまりにも高くて、ちょっとガソリン税を下げようないかと、まあ、そういう話出たら、ほな今度当時鈴木財務大臣がですね、こんなこと言いました。いや、ガソリンを値段下げたら、ガソリンを今度1月までに値段が下がるとなったら、その間ガソリンをみんな使いようらへんとか言うんですよ。アホかと。ガソリン使えへんかったらタクシーも走らへんし、ね、トラック運送が走らへん。じゃあガソリンが下がるまで待とう思って、ガソリンを車に乗らないで、そんなやつおらへんちゅうねん。はい、もうむちゃくちゃでしょ。ようね、こんなアホなことよう言うなと思いますわ。はい、もうね、だから国民をね、猿だと思ってるんですよ、あいつら。はい、もうムカつきますわね。ちょっと今、だいぶ喋ったな。いや、大丈夫。大丈夫？はい。まだたっぷりやろ？はい。こんなもん。皆さん、私の大阪弁分かりますかね？分かる？はい。あのね、いやいや、まあ、あんまりこんな、もう愚痴ばっかり喋ってもしゃべないんでね。とにかく、私たちはですね、本来、日本人は、ものすごいすごいんですよ。だってね、30年間経済成長してないんでね、こんな、私ほんまに腹立つんですよ。だってね、日本人は世界で、今も昔も世界で最も勤勉な民族なんですよ。これ間違いないんですよ。どこの国の民族もこれほど真面目に働くのが好きな民族ないんですよ。ヨーロッパなんかね、あれ働くの嫌いなんですよ。ヨーロッパ人はね、労働は区域やと思ってるんですよ。だから早く引退したいと。もうヨーロッパ人はそう、働くというのはね、これ罪やと思ってるんですよ。日本人はそんなこと思ってない。働くことが喜びで、働いて世の中で人のためになることが嬉しいんですよ。そういう民族なんですよ。その民族はね、こんだけ一生懸命働いてるのに30年間全く経済成長
何？いいです、もうやめろって。いや、はい、30年間ね経済成長してないから、これはねはっきり言えやつ、もう政治の無策、これ何事もないんですよ。その理由はね、いつか言ったけど、他にもいっぱいあるんですけど、はい、まあ、ちょっと難しい話になってくるんでね、ちょっと一旦抑えますけど、まあ、日本人はね、まあ、これ、まあ、これもよくね、いろいろ喋るんですが、79年前の日本はね、世界最貧国やったんです、本当に。戦争で負けた時に、もう片っ端から、もう大都会、東京、大阪、名古屋、福岡、もう日本の誇る大都市が全土焼け野原にされました。で8000万人の人口のうち300万人の超える、ね、尊い命が失われ、これほとんどが300万人のうち200万人以上がですね、働き盛りの若い男たちですよ。そういう最高の若い男たちをそんだけ奪われてね、そして日本はもう工場も何もかもことごと焼き尽くされて、資源も何もなかった、一般民家も何十万個も焼かれて、雨を拾うことができない人がもう100万人以上いたんですよね。でもね、当時の日本はね、彼らに一個の仮設住宅も作れなかったんですよ。自治体も一個の仮設住宅も作れなかったんですよ。彼らにもうみんなどうやって生きたかと思います。で、日本はその当時昭和20年の、20年の秋はですね、食料自給率が 71% か 2% です。で、つまり日本は、自国でできる米だけでは国民の3割近くが飢えて死ぬという、まあ、そういう国民だったわけです。でアメリカ軍は日本をその、昭和20年で8月9月に占領して、それを2ヶ月ぐらいかかって日本を調べ尽くした。でこれの亡霊報告書という報告書が出てるんですが、その報告書の末尾にはこう書いてあります。この国は、この日本は50年経っても昭和5年当時の生活水準に戻れるかどうかと書いてたんですよ。で実際にこれはね、決してオーバーじゃない。当時の日本は間違いなくアジア、アフリカ、全世界を含めた世界最貧国やったんです。で、私こういう話をね、若い人にすると、若い人はね、うわ、すごいな、日本。ゼロからスタートしたいなと。ゼロからスタートじゃないですよ。日本は戦後、莫大な戦争賠償金を背負わされましたので、大きなマイナスからスタートしたんですよ。でもね、皆さん、日本復興するのに50年かかったか、かかってないですよね。20年かからなかった。戦争で負けて19年目の昭和39年に、日本は東京オリンピックを開いて、ホストとして世界中の人々を招いたんです。そして同じ時に、同じ昭和20年の8月、あ、ごめん、昭和39年の8月、当時アメリカもソ連もイギリスもフランスも第二次世界大戦の戦争局、アメリカさえできなかった、当時不可能な技術と言われた時速200キロ以上で走る高速鉄道を東京から大阪まで通したんですよ。世界が驚いたんですよ。なんという国だと。これは世界最貧国の国が19年そこまでやった。そしてその3年後の昭和42年、日本は戦争で負けて22年目ですね。この時に日本は西ドイツを抜き去ってアメリカに次ぐ世界第2の経済大国になったんですよ。ソ連もイギリスもフランスも全部抜き去った。これが日本の底力なんですよ。だからね、政治はね、何も余計なことしなくていいんですよ。民間に任せろと。だからね、もう今の政治はもう本当に民間の活力を削ぐ、そして日本を貧しく、ひたすら貧しく弱くする、もうその政策だけをやってるんですよ。これをなんでこうなったか言ったら、政治家たちがね、自分の私利私欲だけを考えてるからです。ですから、日本を飛ばすよりも、僕はまあ多分相当な賄賂とかいろんなマネーが入ってもう、マネトラになったと思ってますけど、お隣の国のですね、利益になるようなそういうような政策をバンバン続けてるわけですよ。これをね、とにかく、こういう政治家を一掃しなければいけないと思います。皆さんどうかね、日本一掃をよろしくお願いします。この来たるべき27日の投開票日、あるいはそれ以前の期日前投票ですね、とにかく皆さん比例で来た、ここ北関東ですね、北関東の比例ブロックで日本保守党と書いてください。よろしくお願いします、まあ、もちろんね、ここで集まれる皆さんはここで日本をちょっと書いてくださる、これは分かっております。しかしながらね、皆さんだけでは足りない。皆さんがね、それぞれ言葉一人、あるいは職場の同僚一人、あるいは近所の奥さん方一人、何でもいいですよ。あのね、自分の信頼できるこの人はと思える人をね、もう一人二人、もうほんと一人でもいい、あの日本を押しといいよと、本当に日本を思うためなら私のことを信じて日本を押しとうと入れてほしいとお願いいたします。お願いいたします。もちろんね、
はね、なかなか友達が言いにくい。これわかります。職場でね、こんな同僚でこんなこと頼んだらなんか空気も悪くなるし、なんかもしかしたらその中も気まずくなるかもしれない。でもね、まあ変なやつだと思うかもしれない。でもね、今回本当に日本は危機的状況です。この今なんとかしないと、もう5年後10年後どうなるかわからないんですよ。非常に私は怖いです。ですから皆さん、どうか今回私たち日本保守党をですね、国政制度に何とかしてください。私たちが国政制度だとですね、これを明らかにしてどんどん国会に切り込んでいきます。お約束します。私はもう68歳です。今年の1月と2月にがんの手術がありました。だから私はね、まあ、はっきり言ってあと10年ももう持たんと思ってます。でもね、私は死ぬ時にですね、ああ日本が壊れていくのかと、自分が死んだ後の日本はどうなるんだろう、嫌やなと、そういう思いで死にたくないんです。ああもう自分の寿命は来たけど、いや日本には明るい未来があるぞと。今若者たちはこのおそらく私が死んだ後10年後20年後の素晴らしい日本で頑張ってくれるんだなと、そういう思いを持って死にたいと思ってますんでね、皆さんどうかよろしくお願いします。ありがとうございました。私たち日本保守党代表百田直樹はトップで晴れ男でございます。百田直樹が話し始めた途端、雲が去り日が差してまいりました。さらに百田直樹の頭にとてもいい光がやってまいりました。ありがとうございます。代表ありがとうございます。では本日、北関東ブロック比例代表、候補者といたしまして3人ご挨拶に参っております。まず、群馬から参りました宮入、宮さん、 YouTube 宮さんでもおなじみの宮入、ご挨拶させていただきます。いいですか、ご挨拶しないですか。一言、じゃあ一言、はい、宮さん一言お願いいたします。ムッシュマダム、ヤングの皆様こんにちは。私はね、だからね、これ私気取って来てるわけじゃないんですよ。予算がないんですよ。私のこれジャンパー来ないんです。これほどね、日本保守党という政治団体はまだまだなんですよ、ね、でもね、百田さんのね、心持ちにね、私は賛同して、昨年の9月30日入党いたしました。今やら、ね、でね、百田代表実はですね、本当にもう男が惚れ惚れするようなね、いい男なんですよ、ね、失礼いたしました、ね、本当そうなんです。この間ですね、皆様ご存知でしょうか、神塚直子って方いるんですね。この方はね、とっても素晴らしい日本の英雄。この方のお墓に行ったんですよ。そしたらね、山の上にあるんですよ。40だったその時は。でも、ね、百田代表はね、トン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 と上がっちゃった。我々はもう汗かいてね、必死の思いでやった。だからね、68歳っておっしゃったでしょ、皆さんそう見えないでしょ。どうですか、ね、見えませんよね。どう見たら67ですよ。だから本当に、ね、素晴らしい、こんな素晴らしい方ないんですよ。それからね、伊藤さん、伊藤さんもすごいんですよ。皆さん知ってます、ベルフォルン大学、国立オーストラリア、そこをね、首席で卒業した方と一緒に卒業したんです。素晴らしい。ではこんなね、素晴らしい方ぜひね、国会へ送っていただきたい。だからね、伊藤さんすごいですよ。もう皆さん、いちごやをそなたも悪いのなんて、うんははってこう国会議員みんなやっつけちゃいますから、私はね、もうぜひ伊藤さんには、何としてもね、合格していただきたい、当選していただきたい。でもね、大変なんですよ。30万票ですよ、伊藤さんが入っていただくの30万票ですよ、ね、次の船津さん、この方がね、入っていただくの60万票。私の番が来るのは、ね、120万票ですから大変なんです、だからね、ぜひね、皆さん親戚縁者知人他人の方、あるいは東西南北いろんな方にですね、お話をいただいて、ぜひこの保守党をね、保守党と書いていただけばいいですよ、ね、いくらね、百田代表が好きだからって百田と書いてダメなんですよ、ね、伊藤純子さんと書いてダメ、野田さんと書いてダメなんですよ。だからとにかく皆さん、日本保守党、比例は日本保守党ということでね、最後までご支援いただきたいと思います。私はね、4番手なんで2分30秒しか喋れない。だからこのくらいでやめときますけどね、ぜひ皆さん、これ日本保守党
よろしくお願いいたします。隅から隅までずずずいとお願い申し上げます。よろしくお願いします。ありがとうございました。いやいや、今日も絶好調でございました。コキなんですけどね、コキコキ言って頑張っております。よろしくお願いいたします。次は茨城から参りましたロデラでございます。よろしくお願いいたします。皆さんはじめまして、日本保守党、比例、北関東ブロック比例、茨城から参りましたロデラ直美と申します。よろしくお願いします。今回ですね、私有本事務総長とは十何年お付き合いさせていただきまして、というのは私チベット支援をしておりました。ちょっとだけチベット問題についてお話しさせていただきます。チベットは1959年に、中国から侵略されて独立国家でありましたが、ダライラマ法皇は、中国軍の攻撃を察知、攻撃から、逃れるために、チベットを脱出してヒマラヤを越えてインドに亡命政府を樹立いたしました。それ以来65年亡命生活を送っておられます。世界で最も有名な難民と呼ばれております。そのチベット問題解決のためにチベット亡命政府はずっと、世界に訴えかけてきました。国連にも訴えましたが、結局何も解決しないまま今を迎えています。で、チベットの国土というのはとても広く、中国の大体4分の1ぐらいはダライラマ法王が支配するチベットでした。でもそれは今中国の支配下にあります。でチベットというのは、川、水源があり、あとものすごい量の、資源があり、なので絶対に、中国はチベットを手放しません。中国にとっての革新的利益というのがいくつかありまして、その一つがチベットで、ウイグル、台湾なので絶対に妥協できない問題の一つがチベット問題なのです。なのでだから日本の、まあ、政治家、経済界、ダライラマという名前はタブーです。ダライラマって関係したイベントには企業のスポンサーもつきませんし、ダライラマについて活動する議員さんには、脅しのような脅迫が来ます。議員さんの講演会の会長さんの企業とかに脅しが行くので、みんなチベット問題については話をしません。で今回、このお話を、出馬のお話をいただいた時に有本さんから、チベット問題を語るということは政党にとっては本当は、不利になります。ダライラマという名前が出た途端に中国がマークして不利な状態になります。それでもなお有本さんは私に声をかけ、私とダライラマが写っている写真を、ツイッターにアップしてくれました。ということはそれだけ有本事務総長は本気で対中政策、日本の外交を考えていらっしゃると思います。そのような政党は他にはありません。自民党も親中派ばかりです。陰で動いてくれた議員さんは何人もいらっしゃいました。安倍さんもそうでした。でも安倍さんが首相の時に安倍さんとダライラマは、対面できませんでした。なぜならいろんな方向から妨害が来る、外務省も止める。なのでダライラマ法は議員会館で講演会はされましたが、国会にはいらっしゃいませんでした。でもブータンの国王ワンチュク国王は2011年11月に国会で演説をされています。議員を前にして美しい演説をされました。なぜワンチュク国王はできてダライラマはできないのでしょうか。ワンチュク国王のブータンはとても小さい国だからです。中国にとっては何の脅威でもないのでワンチュク国王は何をしても大丈夫だけど、ダライラマはどんなに精神世界で重要な存在であっても中国にとっては目の上の三個目ですので、中国にとってはダライラマというのは抹殺すべき存在なのです。本当に恐ろしいことなんですけども、今14世ダライラマ、次に15世になります。で15世ダライラマは必ず中国共産党が指名するという動きを見せています。チベット仏教の第2位のお坊さんであるパンチェンラマ、正当なパンチェンラマはダライラマ法王が指名して、第11世パンチェンラマを指名した途端にその子は誘拐されました。家族ごと消えました。
そして中国共産党が中国共産党の三賢玉を立てました。同じように次のダライ玉は中国共産党が擁立するでしょう。で今のダライ玉法は自分はチベット国内には生まれ変わらないというふうにいろいろな宣言を小手間でもされています。でこれを日本に置き換えるとどうでしょうか。日本の場合は一番大切なのは皇統です。今の天皇陛下、未来の天皇陛下、中国が口出しをしてくるのは目に見えています。それを私たちは守らないといけません。日本の皇統、日本にとっての一番のアイデンティティは日本の皇室です。それをお守りすること、それが日本保守党、日本保守党の使命だと思っています。そして中国共産党や中国やあと香港でも民主的な選挙を求めた人々はもう弾圧されて、香港が声を上げられない社会になってしまいました。でも私たち日本では選挙があります。こうやって声を上げて皆さんにお話をして皆さんが選んでいただけるので、こういう制度を持つ国というのは、でこのような民主的な制度を持った法治国家って、大きな法治国家っていうのはアジアではやっぱり日本が一番なので、日本が強くないと先制国家に負けてしまうのです。東アジアや世界が安定するためには日本が強くて豊かでなければならないのです。だからそのために皆さん、比例は日本保守党と書いて日本保守党を国政政党にさせてください。どうぞよろしくお願いします。顔に出ると申しますが、野寺さんいつも笑顔でございます。私もいつも野寺さんの笑顔に癒されております。よろしくお願いいたします。さて、それでは北関東ブロック代表支部長になります、伊藤純子、本日群馬より皆さんにご挨拶参りました。市会議員、市会議員を20年以上務めてまいりました。この度国政に初挑戦でございます。よろしくお願いいたします。改めまして、こんにちは。ちょっと日が当たって眩しいかもしれません。ちょっとお付き合いをお願いいたします。今日はたくさんの方が お越しいただきまして本当にありがとうございます。また今代表からもお話がございました。そして、宮入さん、そして野寺さんも熱い思いを語っていただきました。私も20年前からずっとある政党に所属しておりました。残念ながらそれはあまり声に出したくはなかったんですけど、自民党という言っちゃいましたけども、そこの政党に所属しておりました。だんだんと地域がどんどん変わ、だんだんこう忍び寄ってくる恐怖、生活していても不安に感じる、このような生活を繰り、このような生活に私たちは非常に苦しい思いをしていました。最寄りの警察に行っても事件がなければ身柄も拘束されない。だけれども地域を騒音や、あるいは食べたものを川に捨てたり、そしてちょっと気に入らないことがあれば暴れたり、交通ルールを守らない、このような不良外国人にこの北関東群馬は悩まされています。残念ながら先ほど来お話がございましたけれども、群馬県という町はもともとは田舎で誰にでも優しい非常にのどかな地域でございます。ところが東京都が、当時の石原都知事が一斉摘発、そして犯罪を許さないという強いスタイルをとって、これに逃れるがために悪い人たちがどんどん北上し、その北関東エリアに住むようになった。これが私は最初じゃないかなと思っています。実際問題、拉致の実行犯と言われたシン・ガンス、これも群馬県に潜伏していました。内通者と手を組んで我々の仲間日本人を拉致して、そして横田茂さんも実は群馬県の日本銀行にいました。こういう何かあったのかもしれませんけれども、全く罪のない日本人がこのような形で、もう理不尽な形で拉致をされる。何も拉致は海岸線沿いにあるだけではない、内陸だって起きているんです。
実際に群馬県に特定失踪者と呼ばれる方は3人います。もしかしたらもっといるかもしれません。ただ警視庁、警察庁の報告によると3人は確実にそうだと言われています。このように大事な日本人がむごい形で拉致をされても日本政府が助けに行くこともできない。今だってそうです。海外にいる邦人が何かあった時に今の現行の憲法や法律では助けに行くことだってできない。こんなんで日本人は我慢できているんです、いいんでしょうか。もっと声を上げるべきじゃないんでしょうか。そしてこの埼玉県も群馬県も栃木も茨城も残念ながら犯罪の遭遇率が全国でも非常に高い、非常に多くなっています。これはデータで明らかになっています。私も先ほど来百田代表が言ったように何も外国人を排他的に思っているわけではありません。いい外国人、一緒に私たちと手を取って日本を喜んで楽しく過ごしていただけるならばいいです。ところが明らかに犯罪目的でやってくる外国人がいることは事実なんです。というのも一回悪いことして外に出るのにまた再入国できてしまうこの不思議をやっぱり私たちは許してはいけない。そして私たち地方議員は限界があります。限界があるんです。私たちもいろんな方々に国会議員の先生あるいは県政いろんな方にご相談をしてきましたが今の法律では変えることができない。私たちは泣き寝入りするしかない。なのならばもう20年間通っていた政党には通わないで新しくできたこの日本保守党に所属議員になることで今度はこの国会議員の選挙衆議院の選挙に挑戦してこの法律を見直す入管難民法の改正そして民法この刑法この刑法を見直しをしなくちゃいけないと思っています。皆さんどう思いますか。今ここに警察官の方がいらっしゃいます。別に警察官がいるからいいわけじゃありません。警察官の方は私たちの生命と財産を守るために日夜尽力されてくれています。群馬県でもそうです。ところがどうでしょう。この間川口であった事件皆さんご存知と思います。一方通行の道を逆走してそれも高速100キロ以上でしかも酒を飲んでその未成年の中国人がなんと川口の善良な市民を殺してしまった。警察はこれを重く見て危険致死罪に値する危険致死罪に持っていったのになんと検察は過失で済ませてしまっている。こんなことを許していいんでしょうか。全く罪のない川口の方が亡くなって埼玉県の人は黙っていられるんですか。私たちは議員ももちろん警察官も生命と皆さんの生命と財産を守るのが仕事です。ましてや国会議員はもし時代に合わない法律はきちんと直さなくちゃいけないんですよ。そのために国会議員がいるのに何をやってるんですか。皆さんは私たちの代わりにここにいらっしゃる警察官は体を張ってやってくれています。だけどもその警察官がもし発砲したら被害者を加害者をあ犯罪者に発砲したらその警察官はまるで犯罪扱いですよ。いいことをしたのにいい日本人を守ってくれたのになぜか裁判を受けるようなこんなことをしたらですね警察官だってやる気がなくなってしまいます。私別に警察官がいるわけじゃないというわけではありませんけれどもそれをいつも皆さんは警察何やってるんだって言いますけれども警察は頑張っています。要は検察だったり今の現行のきちんと曖昧なこの法律が災いをしているんですよ。だから私たちは立ち上がっています。今回の衆議院選で私は絶対にこの問題に切り込んでいきたいと思います。そのためにはここにいらっしゃる皆様のお力が必要なんです。日本をいい軌道修正して昔のような日本っていい国だね誰にでもいい優しい民族だねと言われるようなそういう国家を築きたいんです。そのためには私たち日本保守党が国会に行って他の先生方と戦うしかないんです。どうか皆さん日本保守党に働き
が一応ピンク、そして日本人は日本人で守りましょうよ。日本をどうか温かいご支援を日本ご主党に注いでください。よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。みんなでこの国を変えることができます。まずはここから始めましょう。どうぞよろしくお願いいたします。何かご挨拶なさいますか。はい、大丈夫ですか。マイク渡しましょうか。大丈夫ですか。はい、いやいや、もう、最後に、まあ、もう一度繰り返してお願いですが、本当に、私たち日本保守党、なんとか今回の選挙で国政政党に押し上げていただきたいと、心からお願いします。また一人と、皆さんのお友達に、声かけてください。皆さんが本当にこの人だなという、まあ、心を許せる友人、そういう人にですね、きっと、まあ、そういう人は皆さんの気持ちを分かっていただけると思いますので、どうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。